はい、愛知県蒲郡市で25年ね、生態をやっています。まあ、逃避行動というね、今、守るための力が入りすぎてしまっているのを、まあ、解除するというね、テクニックを開発して、まあ、動画にたくさん載せていただいているんですけども、その中で、まあ、光ですね、眩しい、今、LED ライトとかね、その車を運転してても、対向車の光がすごく眩しくて、まあ、こういう形をね、取る。で、腕とのまた連携があると思う、腕の連携、そして、頭を傾けて、この側頭骨でね、守っているような、そこまでちょっと分かってきたんですが、ちょっと思い出したのが、蒲郡市っていうのはね、協定をやっていまして、でその協定上の、まあ、ナイターレースがあるんですね。その光がですね、まあ、強烈なんですが、まあ、あるがんのね、末期がんの方がね、ちょっとうちに来られて、もちろんそのがんを治しに来たわけじゃないんだけども、その時に、その方がですね、お話しされてたのが、実はそのうちの中のね、窓を開けるともうその強烈な光がちょうど真正面にから入ってくる。もうそれがすごくストレスになるんだよねっていうことを聞いたことがあります。ね、本当にこの、あまりにも強い光がね、ガッと入ると当然こう人間逃避行動でね、こういうふうに、まあ、避けるわけですけども、その避ける時の力がね、まあ、守るための力としたら、それが常にね、働いてしまう。本当にそんな、強い光、今現代社会ね、本当にこう強い光に囲まれているので、そこによる、守る力が働いているとしたらですね、それを外さなければいけないと、私は考えます。